いちこめさん、宮城のたこさん、ありがとうございます。いちげひとさん、間違えた、いずきちさん、ハートありがとう。こんにちは。こんにちは。かぶちきちくんさん、たこ。りんりんさん、かわいい、かねぽぽさん、紅茶ありがとう。すずかさん、ハートありがとう。<laughs> <laughs> 髪を切りました <laughs> はいウィンディさんハートありがとうウィンディさんハートたくさんありがとう宮城た隆さんもハートありがとうテックストック2023いちごありがとうグッサンバラありがとう <laughs> 似合う <laughs> 五郎さん、チョコがかかったバラ、ありがとう。似合いますか。<laughs> <laughs> はい。今日、今日ね <laughs>。今日、朝からリオ一人だったんですよ。そう、朝からさっきまでリオ一人で。 そう、じゃけさ、今日、花だれ公演、見れてないんですよね、配信で。福さん、たいありがとう。そう、花だれ公演が、あのー、<laughs> 花だれ公演があったので、その DMM は、その、パーナも、パーナとマーナのやつでログインしないといけないから、そう、帰ってこなきゃ無理だったんですよ。で、さっき、マーナが帰ってきて、パーナは今日は県外にいて、そう、 県外にいます。こんにちは。<laughs> 髪の毛切りました <laughs>。えっと肘方さんバラありがとう。フェックス速二千二十三バラありがとう。一木ひとさん伊豆ケチさんありがとうございます。 パーの家で違うよお仕事だよ <laughs> ケ k ケさんかわいいありがとうはいありがとうございますリコさんかわいいありがとうそれでは自己紹介します ST4 時で研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村オですぜひ気になったらフォローお願いします推薦コメントも待ってますやっほー こっちがうまくできたこっちはちょっと出たけどどうですかえみんなどっちが好き長いのと今のインディさんバらありがとうちょっとテロップ入れますねあウェルカムコメントもウェルカムコメントも直さなきゃテロップがうんと昨日は ありがとう髪の毛切りましたできたそう、ちょっと待ってよウェルカムコメント書き直します ウェルカムコメントウェルカムコメントウェルカムコメント今ウェルカムコメント書いてます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 期間2月13日 からよしできたセロップもウェルカムコメントもできましたはい皆様どうでしょうでもねリオね本気で切りたいんですよ最近本気で切りたくてそう切りたーい切りたい切りたいです <laughs> そうですよ。 ショート委託やった。どっちも可愛い。お髪切ったんだ。はい、切りました。<laughs> 髪の毛切りましただと信じる人いそうね。いそうですね。切ったのって言って見に来るから。<laughs> そうですよ。ありがとう。<laughs> 長い方がいろいろなアレンジできるので好き。 でも研究生はその耳かけとこの二つ結びしかできないからね切りましたよ ST の中で一番短いあでもココアさんもね結構ね短いですよねそう <laughs> ちょっと決定的な後ろを見せようどうなってる見える なんちゃってなんちゃってかみ切りましたでした短くした方が似合うと思うえー、そうなんかほんまに切りたくてなんかそう長いのちょっと嫌なんですよね <laughs> カップつきしくんさん紅茶ありがとうよつばさんバラダンズさんいちごいちごがたくさん入ったカゴありがとうはい 切りましょう、切りましょう。<laughs> <laughs> そうだよ、後ろ見たらいけんやつですよ。そう。後ろは見たらいけないやつです。本気で短い方がいいと思う。はんまり。切りたいんだけど、カプチキス君さん、ハートありがとう。そう。そう、あんなに長いのをさ、色こ色込んでるからさ、めっちゃポコって浮いとる。それにさ、なんか毛先がさ、当たってかゆい。 そう、毛先が当たってかゆいです。はい。今日はこの配信で終わりです。そう、今日はこの配信で終わりで、えっと、4時、4時50分ぐらいに終わろうと思います。うん。なんかやっぱり、その、あの、 研究生の間はその耳かけしかできないからやっぱりねそのまあ別に長くてもあんまりいいことはないなと思ってまあ昇学したらいろんなねあのなんかやつヘアアレンジができるから長い方がいいかなって思うけど研究生の間はなんか短い方がいいかなとも思いつつそうなんですよ <laughs>、はい。 後ろ姿は面白い。そうですよ。だってさ、これマーナがさ、めっちゃ入れ込んでさ、頑張ってやってくれたんよ。そう。で、なんか、ここ、なんかね、ここ変に出とるけどさ、なんか、これ以上無理だわーって言われて、やーってなって、すぐ配信始めました。そう。りおつん以外のショートは認めません。ありおはいいんだね。<laughs> 似合ってる好きやったー なんかさ長くなる長いな髪の毛長いとさ下に重みでさ重心が下がるじゃないですかだからペタってなってそれが嫌なんですよなんかねボリューム出して可愛くしたいんだけどペタってなってあれだしなんか,なんか、うん、リ,オオリオ個人はあんまり耳かけが似合わないんですよね <laughs> 似合わないなって思っててリオ自身はそう 耳かけは似合わないなと思っててそうなんですよねリオの頭の形的にトップにボリュームがいるんですよそうここにボリュームがないとなんかズドンって見えてそうフーンって見えるから <laughs> そうショートも似合うということが証明されたそうだよリオね昔ねボブボブはしたことあるけどショートはしたことあ幼稚園の頃にショートしたわ そうショートしました研究生が反抗期かと思った <laughs> リオが反抗期で髪を短くしたっていう感じ <laughs> 似合うよかわいいよっとチケットさんバラありがとうそうなんですよちょっと切りすぎリノートさんバラありがとうまだ、あ、ね皆さんの意見はねあると思いますが決めるのはリオなので <laughs> まあどうしようか考えましょう。<laughs> 切るとしたら今くらいまで切りたい切るとしたらら今くらいまで切りたいかえ切ってみたいんですよねなんか最近はこんなに短いの切ったことないからさ切ってみたいですショートは楽ですよえよねだってさあのお風呂の時もさ短い方がさめっちゃすぐ終わるし軽いんですよバリーさんチョコがかかったバラありがとうラスベダンレさんバラありがとう それにさリオもあの,の髪が伸びるのが早いんですよ前髪も一日にすぐ伸びるからそう必死 <laughs> に髪アップに固めてる姿を想像するとちょっと面白いそうこうやって下向いてまだ、あ、こうやってピンを刺してっていう感じです <laughs> アーニャの子供時代みたいああロングというかセミロング派ですあなんかさ なんかさ、最初の頃最研究者に入った頃はちょっと肩につくぐらいで今結構セ,セミロングとロングの間ぐらいな気がするえ髪短いと幼く見える幼い幼いかなああシャああ前があャンスああうよねああ年にあ回あああかああああああシャ,あシャ痩せなきゃ <laughs> 前髪パッツンがとってもいい最高やそう昨日切りましたよ今日はまだ切ってません目 <laughs> えな鬼かわいいやった髪切った、うん、なんちゃってなんちゃって髪の毛こんにちは後ろの付箋のタワーのお礼っていつ頃ありますか半年後ぐらいかなあ今ね頑張って書いてる途中でそう気持ちを込めてカキカキしてるからもうちょっと時間かかるかも。 ごめんねまたしてごめんよ本ント遅くて頑張ります書きかけするねそう約2時間配信うん4時50分まで5時から鼻だれが始まるからね最近ねあんまり配信時間が取れてなかったので長くしようと思いますマリーさん紅茶ありがとうそう後ろ姿羽羽みたいになってる 気になるわそうなんかさテロップだけ見たらさ本当に切ったみたいな感じだしさなんかこのなんか丸みを帯びた感じ <laughs> もうさあの見た一瞬見たら「切ったん!」ってなるじゃんえどうしようマネージャーさんに怒られたら「どういうことなんで勝手に切ったんですか?」って怒られたらどうしよう「どうしよう!ここ」ってこ,ここのねバレる瞬間をとって。 あなんちゃって髪の毛をしたんです <laughs> そうそう思って切ったらすぐ昇格しそう確かにまあでもねリオ伸びるの早いからまあいいよそう昇格したいですね今切るなよ多分春に昇格あるはずだからいやわかりませんよいつ昇格するかはわかんないので、うん 熊耳ヘア似合うよね。熊耳ヘアなんだそれ。後々長い方がいいぞ。ええー、でも今は切りたいんですよね。しつこいしつこいしたの何しつこいって。あ、しつこいライジンさんバラありがとうそう。<laughs> こんにちは。 マイキューのことでももちゃんがやきもち焼いてるらしいねあ昨日配信見てましたよそうりっせんさんがやきもちを焼いているみたいです <laughs> なんかねりっせんさんはね目が合ったときにねにこってしてくれたりねなんか朝あの会ったときも「お疲れ様です」って言ったら「お疲れ様って言ってめっちゃ可愛いんですよりっせんさんごめんなさいそんなつもりはないんですりっせんさんがマイキューさんのことを好きだということは昨日初めて知りました 今日は誕生日でまた一つおじさんになりましたあっ誕生日なんて読むんだろう元祖元祖舞い泉さんかなおめでとう待って歌うただちゃんさん紅茶ありがとうよしそう今日はサラ先輩のね誕生日ですよねさくらみよさんもあらありがとうそうです歌いましょう王冠でボブ ボブの髪型で歌うなんて、珍しい。いきまーすえっと、元祖元祖舞泉さんだよね。舞、舞泉さん舞泉さんかないきますハッピーバースデー、元祖舞泉さんハッピーバースデー、元祖舞泉さんハッピーバースデー、ディア、元祖舞泉さんハッピーバースデー、元祖舞泉さん おめでとうございまーすおめでとうあ、マイセンさんマイセンさんごめん、ありがとね。誕生日に来てくれて。<laughs> おめでとういい一年にしてくださいね。さやかりめっちゃ楽って言ってたよ。ただ寝癖がつくって言ってるけど。あえそうなんですよあのりおもうバブにしたときに、 朝起きたらめっちゃ寝癖がついて、それを直すのがめっちゃね、めっちゃ大変だったんですよ。毎日毎日、その学校行くときも、髪短いからさ、結べないからさ、こうやって綺麗にやって、みたいな。そう。寝癖が大変だったのを思い出した。はぁー。純一さんか愛いい。ありがとう。5歳に見える ?5 歳です。でもなんか、 ひと回,り回って大人っぽく見えん <laughs> 分からんけどバボバボーリオちゃんリオちゃん5歳なんかさボブとバブってさ言葉が似てないですか <laughs> ボブとバブボブつんバブつん首筋美人が際立つからセクシーに見えるおリオはセクシーになります 2月23日の再開にもよろしくねあありがとうラブツーありがとう楽しみえマジで切ったん切ってないよほらなんちゃってだよでもさ見てここのさ蚊がさ大きくなってるんめっちゃ目立つんよそう大きくなってて日に日にどうしよう <laughs> さあ ななんだだそうだよいてないよてい <laughs> しかも聞いてくるさこのほくろからさ毛が生えとるんよそうなんかさたまにさほくろの真ん中からさピュってさ毛が生えてるときがあるじゃんあれなんよりよそうやばくないやだそうですよえっ毛抜いた方がいいんかなこれ <laughs> ビスのインタビュー記事公式ページから見ましたよあそうビスのインタビュー記事も出たから皆さん見てくださいね見てね <laughs> 美穂さんのショートも似合ってるよねそう美穂さんもめっちゃおきれいさらに美人感が増したって感じ失恋って読むのそれ失恋って読むのええー 失恋って何。失恋って何のこと。恋。恋を失うってこと。なんだそれ。そう。可愛さが増した。うん、さん。結婚する。ありがとう。昨日に恋ありがとう。りょうつん可愛くなってる。やった。ありがとうございます。まあね、なんちゃってボブなんですけど。<laughs> 今ちょっと本気で考えてます。切るか切らないか。 そうももちゃんさんリオがうらやましいんだろうねああもちゃんさんごめんなさい <laughs> そうですよももちゃんさんいっつも可愛いカカップ鮭く君さん紅茶ありがとうそうなんですもも、はい、ちゃんさんも一緒にマイキューさんのとこに行きましょう3人でお話ししましょう四つ葉さん直後がかかったバラありがとう そうなんですよかわいいやった学校もポニーだけとか髪型してあるんだっけえそうなんかポニーテールもあの耳よりも下じゃないとダメだったりそうで肩につくぐらいの長さになったら絶対に結ぶっていうそうじゃけ二つ結びとかもダメだしポニーテールだけじゃないとダメなそうなんかさうなじを見たら男子が興奮するから <laughs> その耳より 上のポニーテールはダメですっていう拘則が書いてあります。そう。まあ、興奮するとは書いてないけど、まあ、そんなことが書いてありますね。え、切った切ってないよ。なんちゃって。そう。男子のための拘則なんですよ。そう。男子が興奮しなければ、リオたちは可愛く耳の上のポニーテールができるのに、そうですよ、もう。さらに可愛くなったね。えー、切ろうかな。 <laughs> なんで興奮するんかなめっちゃ可愛いやんえっ切ろうかな着ろうかな,うかなそうえ昨日の公演でも鏡立ってた、えー、なんということやだそうそれ抜いちゃダメよあ抜いたらダメなの パードの髪剃りで剃るといいよヒゲ剃りかえやだ怖いヒゲ剃り怖いどうするんホクロがさガリってなってさ血が出たらそれにさパードのさヒゲを剃っとるやつでリオやりたくない汚い研究者は勝手に髪いじれません知ってるよ知ってるよそうマネージャーさんにね言わなきゃいけないの 好きな人にフラれること失恋ってええー、それ悲しいねリうなったことないよテイクス k t o k 2 0 2 3レインボースターありがとうみんななったことあるみんな推しから推しから推しから見放されるとかっていうこと失恋って <laughs> 推しから見放される <laughs> 推しら推しから見放されるってことてかそんなみんな告白するもんなん リオが悟里太君に告白してダメって言われたら失恋だねあ悟ゴリタ悟里ゴリタコゆずきさんレイモンスタありがとうそういうことかそういうことだね3人で交換日記いいかもしれないいいかもね3人でマイケル真ん中で2人が寄り添う画像があったら神えっ今度撮ります今度撮れたら撮ら撮ら 今来たらマジで髪切ったのかと思った切ってないよなんちゃって <laughs> トついさんバラありがとう待ってコメント読むのめっちゃ遅いウィンリーさんバラありがとう <laughs> そうテイクストーク2 0さんいちごありがとうはいちょっとね今日はね話すことが多くてはい今日はこの配信で終わりですねさっきも言いましたが4時50分まで そう今日話すこと多いからメモしてきたんですけど今日はこの配信で終わりで4時50分までですねで今日花だれ公園のいけちゃんさんの生誕祭が17時から始まりますそう一部の,あの川又優奈さんの生誕祭はもう終わったと思うんですけどそういけちゃんさんの生誕祭が17時から始まりますなので4時50分ぐらいまでやろうと思いますはいですね そして皆さんあのチャレンジのところチャレンジっていう欄があると思うんですけどそこから無料でバラがもらえるんですそうなののんがさんが今くれたこのバラですバラありがとうそうこのバラがチャレンジのところから無料でもらえますはいそうなんですよそう でね、今日はね、花だれ公演が、あのー、パーナとマーナがね、いなかったので、今日朝から、一部の花だれは見てないので、リオは壁で見ます。よしさんバラ、ありがとう。そして、えっと、チャレンジのバラがもらえるんですけど、よしさんと玄ンさんバラ、ありがとう。はい。えっと、バラがですね、えっと、2月14日、2月14日の23時59分までが、その、なんかバラとかのやつの <laughs> イベントの終わりで、 あでもリオは20時までしか配信ができないからリオは2月14の20時までなんですけどなんとこのイベント期間でバラが無料のバラがもらえる回数が6回6回ありますあっケーブンページさん紅茶ありがとうそう6回あるんですそう6回あってバラ1個で20ポイントだそうですでそのね その無料のバラとか対象ギフトとか含めて20万ポイント達成したらなんとメンバー名前入り2013バレンタインアバターがゲットできまーすすごーいたけちゃんさんバラありがとう。なそうなんですよ。そう。アバターがもらえます。はい。なんかリオ、こういうのでなんかアバターをもらったことが今までないから欲しいし、めっちゃ可愛いね、ハートのねやつなんですよ。 そうだから本当に欲しいですフリダムさんバラありがとうだから皆さんチャレンジのところから無料でバラがもらえるので是非リオにバラをしあの投げてください <laughs> お願いしますそう是非ゆっくんさんバラありがとうちゅうさんバラありがとうはい そう昨日のオープニングアクトの話をしましょう昨日のオープニングアクト一部と二部ありがとうございました配信で見てくださった方も現地で見に来てくださった方も当日券で来てくださった方もありがとう小籔パパさんバラカズヤカうカズカ45さんウィンディーさんバラありがとう秋尾さんバラありがとうそう昨日オープニングアクト一部と二部あって一部がえっと四国さんとチャートリさんの対ン のオープニングアクトでおたまちゃんさんバラビギナーさんバラありがとうそうで2部が、えっと、四国さんの単独公演でまひださんの生誕祭でしたそうそうなんですよねで、えっと、1部が今まで通り10分間のオープニングアクトでしたねかもちゃんずさんとえんちゃんさんバラありがとうゆずきしさん直後かかたバラありがとうも ミヨンさんミヨン16さんまだありがとう。ポンポコリンさんまだありがとう。嬉しいみんな。りおちゃん黒も似合うやった。そう。で、一部は10分の瀬戸りで、えっと、今までと同じ瀬戸内の声と夢力を披露しましたね。シゅんンさんまだありがとう。で、その瀬戸内の声なんですけど、 の声なんですけどなんとの声バージョンアップしましまたそうなんとあの本番の2日前ぐらいにボイスレッスンがあってその時にその構成とかコーラスとかいろいろ決めてやったんですけど2日前だからめっちゃなんか不安でそう始まる前までずっとみんなで練習して音を合わせてたんですけどそうなんか一サビとかもリオが下ハモに入ったりとか。 あの、ところどころ、下浜とかコーラスに入って、あとリ、リオ、利用的に一番好きだったのが、最後最後の、ありがとう、の、曲、ほんだったら、その、ね、曲が終わるのに、コーラスを入れて、構想で。構想でコーラスを入れたんですよ。そう。それが、リオ的には好きで、歌ってて楽しかったです。 どうだったかな瀬戸内の声バージョンアップバージョン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 そうそうでさバージョンアップする前の瀬戸内の声もバージョンアップした後の瀬戸内の声もあの最初のソロが一緒だったんですよ 夢は止めどなく溢れてもどかしいっていうフレーズがあのどあの昨日も歌えてリオそこのフレーズがめっちゃ好きなんですよ溢れてのところが好きだから歌えて嬉しかったツンツンは歌も表現力もすごいやったー <laughs> ありがとう嬉しいそうなんですよ NWP の4人だとバージョンアップを繰り返していけそう確かにね やっぱりそのなんかそれぞれのね良さがあるしですよねちょっと待ってちょっとお茶を用意するのを忘れたので用意してきますお茶 いいお茶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  ただいまやっぱり最近リオは無性に喉が渇きますねリオのミスバーだねはい楽しかった歌っててすごかった歌手力の決勝も期待できるやったー。鳥肌立つ嬉しい 歌唱力ユニットに出たらよかったのに3人だからかなあそうなんですよそう歌唱力のユニットも出たかったんだけどやっぱり3人だからその研究室4人なのでちょっと難しくて出なかったですねもしねそのユニットが4人4人4人いけたらそう研究室4人で行きたかったんですけど3人までということで行けなかったはい何の話してたっけ あ瀬戸内の声かはい瀬戸内の声バージョンアップしてでその次が夢字から夢字からそう2曲だったので夢字から最後の曲でそう今回もセンターでした <laughs> そうやっぱりさ なんかセンターだと何ていうの嬉しいしテンション上がるしなんか気が引き締まるからやっぱりリオは改めてセンターになりたいなって思いましたね <laughs> そう <laughs> 思いましたはいあとその構想とか前奏にあのダンスがあるんですけどそこのダンスも家でたくさん練習してそう 頑張りましたはいそしてえっと2部2部はなんと久しぶりの30分セトりだったんですよそう30分セトりでした30分30分あってそう30分セトリ久しぶりだったからめっちゃ緊張したんですけどそうえっとセトりがね「鼻慣れ」のアカペラから始まってそうなんかかーーで出てからあの S S T U 48! ドーンってきて「もし」って入るからめっちゃ緊張したんですよミニさんちゃんありがとうそうおばあちゃんの後にすぐ鼻だれのアカペラから始まったからそうめっちゃね緊張したしかもそのね一発目の一発目がリオだからさ音も外せないしそううまく歌わなきゃいけないから でも、リオは天才なので, <laughs> で。できました。<laughs> そう。で、あの、花だれのアカペラは前と同じ感じでやって、その次が、そして僕は僕じゃなくなる。そして僕は僕じゃなくなる、無謀な夢を覚めることがない MC、えっ、ー、と、暗闇、思い出してよかった、ゆみじか力の。6曲披露しました、今回。そう、30分セトリで6曲披露して。 いい感じでしたなんか全体的に考えるとなんか前よりもなんか良くなったかなって感じもしたし一曲一曲のレベルがちょっとずつ上がってるなって感じたけどなんかその研究者みんなで反省会しててなんかその前半はいいんだけどその前半はいいんだけど後半になるにつれて まあやっぱり人間だからどんどん体力がなくなってってレベルが落ちていくからそこをどういうふうに頑張るかが課題だねってみんなで話したんですけどでそして僕は僕じゃなくなるがそのなんかまあ愛,愛の歌じゃないですかなんか深刻な愛の歌だからまあその深刻な愛をね伝えるような表情を頑張ったりあとはそのやっぱりその ダンスとか歌だけじゃなくてやっぱり表情も大事じゃないですか表情の中で一番大事なのって目だと思うんですよそ目で目で伝えることだと思うからなんかそう目が大事だと思うんですよやっぱりその目でもなんか白目白目を使ったらこうねうまく伝えれるからそのこういうのとかもこっち向いてみたりとかいろいろ自分の中でも工夫しました そうでその次が「無謀な夢は覚めることがない」そう「無謀な夢は覚めることがないが」があの「無謀な夢は」あそう見てほしかったのが「無謀な夢は覚めることがない」の前奏にみんな一人ずつソロがあるんですよソロダンスがあってそう「受験のある人さんありがとうございます」 研究生中学2年生14歳のゆうつんこと岡村竜ですぜひ気になったらほらお願いしますそう満月ライダーさんバラありがとうタラちゃんさんケモシありがとうそうなんですよでその最初のソロダンスがあるんですけどソロダンスがあのめっちゃうまくできたの昨日そうめっちゃうまくできてムーンさんバラありがとうそうなんか 先生にね、ダンスの先生に教えてもらったんですけど、ここを溜めて、バーンって、い、いきんちゃいみたいに言われて、あとね、なんか、その、肩と腰肩と腰の位置とかが結構大事みたいで、そういうのも気にしながらやったり、あとはなんか、無謀な夢を覚めることがないは、結構かっこいい系だから、その、髪を使いました。いや、なんか昨日聞いて昨日ね、夜公演も、 二部はねあの二つ結びにしようと思ったんだけど無謀とかそ,のそして僕とかでかっこいい系でこの髪の毛の躍動感とかを使いたいからその一部と二部もおろしにしたんですけどそうそうなんですよそう。 だから卸ししにたんですけどいやなんんか思うんですよやっぱりさリオ最初のうんなんか昔なんかほんと昔からダンスめっちゃ苦手だったしなんかほんまになんかなんかこんなもできなかったしほんとにダンスめっちゃ苦手だったのにこんだけ踊れるようになって今でもそうこんだけ踊れるようになってそのためとか 早くとか音の出し方とか,なかそういうのも意識できるようになったのは本当に奇跡なんですよ本当に奇跡でそうなんかマーナにもねパーナにもほんまによく踊れるようになったねって言われるんですけど本当にめっちゃダンスが苦手だったリオがこんなに踊れるようになったのは本当にあのすごいことだから <laughs> そこから皆さんあの頭に刻んでください <laughs> 頭の隅っこのね部屋の角にでもあの覚えておいてくれたら嬉しいです髪の毛とかスカートとか上手に使うよねうありがとうやっぱわかってるラブとそうだってさ何も経験せずにアクターズに入って基礎もアクターズで教わらずに自主勉強でダンスはやったんですよそう ダンスをやったから本当にはい頑張りました。<laughs> そうなんかねあとトゥワイスさんとかその韓国のあのダンスも P、V 見て踊っ踊ってそのダンス力を上げていったりとか。 もう毎日毎日して,してたし、昔とかも。そう、昔とかもしてたし、やっぱり努力がないとここまで来れてないので、<laughs> やっぱりそこは頭に置いといてくださいそう。あとね、ダンスチーム今までずっと受けてきて、最後の発表会でやっと受かったぐらいなんですけど、そのダンスチームね、受かってないけど、ダンスチームのダンスを練習したりとか、 B 企画のダンスを作るやつとかもどん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 うまく作れるようになっていってそうかっこいい系をおろしで見せてるのは分かりますだよねやっぱりその無謀とかはおろしてる方がうまく見せれるんですよ、まあ、とにかくいろいろね自主勉強でダンスは練習したので。 興奮状態やななポジティブマインドええないやリオもともと自分のこと好きじゃないし嫌いだし全然自信ないしネガねまあちょっとネガティブなんですけどまあ <laughs> たまにはねたまには自分を褒めさせてください20万まで残り一1百千万9万441ポイントすごい それはりょうつんが努力したからだよありがとうただいま1か月ずらしの初ちゃう初萌出してるな今 <laughs> 楽しんでね <laughs> そう奇跡じゃなくて努力したからだと思うよああそういうことを言ってくれるのはあなただけだよずっと努力続けてて以来やった あなんだろうなんだこの絵文字は何ですかこれはえっネジかなネジの絵文字の方バラありがとう <laughs> そうです STU でダンスチームの子他にいるんですかダンスチームですか